男っていうのはな、あなたが女性が作るものやねん。この発想のない女性が、男おらんわ、男悪いわって嘆いてるんです。はい、みきょうからです。今日もよろしくお願いします。今日はね、恋愛ベタ女が知らない男の秘密をお伝えします。いい恋愛できないわ、どうも恋愛うまくいかない、私男運良くないねんっていう女性おるよな。そういう女性に知ってほしいことです。いい恋愛するためにはいい男探さないといけない、いい男残っていないと思っているんじゃなかろうか。そんなことを考えている女性は何にも分かってないのよ。だからダメなのよ。どういうことかというと、いい男っていうのはな、あなたが女性が作るものやねん。この発想のない女性が、男おらんわ、男悪いわって嘆いてるんです。恋愛ビタを脱却するには、分かっていなくちゃいかんのは、あなたの希望することってあなた一人のものだってこと。すべての女性に合わせた希望を叶えてくれる男なんていないんですよ。普通の男っていうのはほとんど、数字にすると大体 95% ぐらいの男は女性の希望なんてわからんし、気づけないし、どうしようもない鈍感男です。女性はそういう男に自分の希望を伝えて育てていくものなんです。傍から見てていい男だなって思うのは、収入とか外見とかの条件面が主だろうけども、夫婦になった時のいい男っていうのは、そんな条件面よりも優しさだったり、思いやりだったり、協力する姿勢だったりの方がはるかにはるかにはるかに重要だし、女性は幸せになります。そう考えるとな、女性が恋愛ベタを脱却するには、女性が自分の希望と理想を男性に伝えて男を教育していかんといかんのです。そういう女性の仕事を放棄してさ、いい男いないって言うてるのってアホかっちゅう話なんですよ。どうかする。じゃあどうやって男を鍛えていくのかってことを言うけど、簡単なことや。女性から男性に、あなたはすごいです、そこ大好きですって評価することやねん。男性に対するコミュニケーションの大原則はこれです。あなたはすごいです、そこ大好きです。覚えておいてや。これを覚えると、あなたの恋愛は大きく変わるから。もう一回言うよ。あなたはすごいです、そこ大好きです。これな、男の本心。すべての男は心の奥底で女性に何をすべきか教えてもらいたいと思ってるね。ほんまかいなと思ってる女性が多いから、あなたがそんなはずないわって思ってるんやったら、あなたは恋愛うまくいかない、男運ないって嘆いてる恋愛ベタ女確定や。この男の本質を知らないと、どんな男も私にとってのいい男にならんのよ。女の勘違い。恋愛ベタ女はな、こう思ってんねん。男は自由が好きで女性に支持されることを嫌う。てな、確かにそうやね。でもな、さっき言うた、男は心の奥底で女性に何をすべきか教えてもらいたいと思ってる。この二つの違いを理解できていない女が多いんだ。確かに男は女性に口やかましく指示されることを嫌う。生き方や行動やポリシーについて女性が自分の思い通りに男を誘導しようとすることは違うで。それは最もやったらあかんこと。そうじゃないね。それではないね。男性は口うるさく言われたくはないけど、自分に何が期待されているかを教えてもらいたいと思ってる。ここはとっても大事なことやから、もう一回言わしてな。男は女性に口うるさく言われたくないけど、自分に何を期待されているかを教えてもらいたいと思ってる。女性が自分に何を期待しているか、何をしたら喜んでくれるのかを教えてほしいね。そして女性が期待していることを実行したいと思っているのが男やね。だから女性は自分の期待を率直に分かりやすく男に伝えないといかんのよ。女性の勘違い。自分の期待を伝えることで要求の多い面倒くさい女と思われると考えている恋愛ベタ女が多いねんな。こう考えると恋愛はうまくいかんねん。それはアプローチの仕方、伝え方が間違っているだけや。ちゃんと男が理解しやすいように伝えたら、絶対に面倒くさい女なんて思われないから。女性が自分の期待を伝えると男はめちゃめちゃ喜ぶんやから。そして愛する女性の期待に応えようとしてくれるのが男なんです。賢い女性は自分の期待を男に上手に伝えてる。すると彼氏や旦那さんがいい男に育っていく。この事実を知らない女性が恋愛ベタ女なんです。この重要ポイントは必ず覚えておいてください。伝え方の細かいテクニックについてはまた次回お伝えします。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、今回は恋愛ベタ女が知らない男の秘密をお伝えしました。全国の優秀な結婚相談所を探すことに命をかけているミッキーおからでした。結婚相談所を探しの人は概要欄に書いてあるホームページからおすすめの相談所を探してください。すべて私が現地取材をした自信を持って紹介している相談所です。もし私が紹介した相談所のサポート内容に満足できなかったら私に言ってください。私から相談所と担当カウンセラーに猛烈抗議しますから。これからも頑張って婚活情報を発信していきますので、皆さんよろしくお願いします。明るく元気に婚活頑張りましょう。じゃあね、また会いましょう。バイバーイ。